今日はワンロクロック高をお迎えしております。はい、よろしくお願いします。クライアウトにもたくさんのリクエストをいただいております。花道ソラリズムトントロワ事件サンマの塩焼きアライグママリアチーズベイビーシュ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 イン RN ハリポタガチセメホソナガ族マーちゃんヒヨッキノコモンローユーナいつかおめめき極細スプリンター熊の子ジョニードドンとコンパクトインパクトミュージックボーイヒロタスボノボノと、すごいな。いやもうリクエストをかけきれないいただきましたけれどもすごい口が回るんですね。最高です。すげえ。いやいやいや、で今日はですね、この生放送で高くお迎えしておりまして、はい、いろいろアルバムの話もお聞きながらお聞きつつみんなの質問にも答えていただきたいなと思うんですが、はい、すっごい多い質問してもいいですか。はい、これね、むちゃこれに関する質問が多いんですが、はい、何でも、バレンタインが、ね、近いということで、おお、バレンタインね。ちえみん京都市の18歳の女の子は、バレンタインをどうやって渡そうかすごく悩んでるそうです。というのも、うん、今年は土曜日なんで学校がない。あ、そういうことか。うん。タカさんはバレンタインに甘い経験ではなく、もしくは苦い経験などはありますか？あったかな。バレンタインすごいピオ1号も思い出になる。そうですよね。でもそういう時期ですもん ね、うん、バレンタインデーな。でも本当はあれって男の子が女の子にあげるんですよね。そうなんですよね。だから、うん、女の子は日本、男の子にあげるの日本の文化だけなんですよね。そう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 、うん、だからあれなんじゃないですかね。そろそろここら辺で男性が女性にあげてみるっていう、うん、ね、運動も始めてみてはどうなんでしょう。はい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 、そうだね。逆に女の子はどうなんでしょうね。その、うん、その例えば一般的には女の子が例えばあげるっていうふうに思ってる部分があるじゃない、はい、それが突然男子からいや今日バレンタインだから、うん、チョコ持ってきたから、うん、つって渡された時の女子のこう気持ちっていうのはどんな感じなんでしょうかね。いや嬉しいんじゃないですかね、やっぱり。でもなんかそれをこう周りがね、うん、変にこうまだ茶化すというか、うん、なんかおーいみたいな風習がちょっとまだ残ってる気がしますよね。はいはいはい、僕らの時代も学生の時やっぱちょっとそういうのあったような気がしますもんね。うん、ホワイトデーに返す時すごくなんかこう男子はキャッキャしちゃうみたいな。あるあるある。ね、なんかそこら辺がもうちょっとこう変わって、うん、なんかこううまくかっこよくね、うん、できたらいいなと思いますけど。そうね、海外アメリカなんかではチョコとかまあキャンディーもあるんだけど、はい、あれです、花、お花をこうね。あーみたいですね。プレゼントするっていうのが結構定番だったりしますね。ね、まあ、なんか難しいですよね。難しいね。なかなかこう文化的な壁もあったりするんじゃないかなと思いますが、そうですね、日本の良さももちろん同時にありますからね。そうね、その女子があげるっていう、うん、ね、僕らちょっと男性はちょっとそこに甘えてる部分まだあるのかな。